そうですね、あれにも入ってます。皆さんこんにちは。こんにちは。はい、今からお茶漬けグランプリの表彰式を行いたいと思います。ちょっと寒い中と思いますが、最後までよろしくお願いいたします。昨日今日ですね、お茶漬けグランプリ開催したんですけど、福岡熊本からですね全6種類のお茶漬けが集合しました。
で、来場者の方に楽しんでいただいて、で、来場者の方の皆さんの投票でですね、グランプリが決定いたしました。それでは早速、グランプリの発表に移りたいと思います。まずは3位、同賞の発表をさせていただきたいと思います。呼ばれた出展者の方はですね、前の方にお越しください。では同賞を発表いたします。高木海藻店ネパールお茶漬け、大きな拍手をお願いいたします。高木海藻の方はどうぞ前へお越しください。どうぞ。のぼりとですね、賞状を授与させていただきたいと思います。授与していただきますのは、蓮華院誕生寺奥の院院体の川原慶祥様に行っていただきたいと思います。はい、じゃあおめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。では、高木海藻店さん、一言お願いいたします。まさか馬だったりタイだったりですね、赤貝だったり海藻、まあ高が海藻、されど海藻です。ありがとうございました。ありがとうございます。すごいネバネバとしてですね、すごく美味しいお茶漬けでした。ありがとうございました。では続きまして、2位の銀賞の発表についたいと思います。銀賞はですね、ネクストソサイティ天草タイの昆布締め茶漬けです。おめでとうございます。ネクストソサイティの方、前の方へお願いいたします。おめでとうございます。どうぞ前へ。のぼみと賞状を授与させていただきます。おめでとうございます。一言お話をお願いします。銀賞をいただいて本当に大変光栄に思っております。うちのこの熊本ネクサイというのは、熊本市の、三年坂津田屋にある日の丸キッチンという、お店をやっております。で、まあ、そこでいろいろ熊本県の、加工品とかパンとか、お弁当もですね、いろいろ売っておりますので、ぜひよかったら市内に寄りの際は、寄ってください。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。では最後に金賞の発表をさせていただきたいと思います。お茶漬けグランプリ in 奥の院、金賞は福岡のギャラリー蔵さん、蔵の鯛茶漬けになります。おめでとうございます。どうぞ前へお願いいたします。金賞にはですね、のぼりと賞状とあとトロフィーを授与したいと思います。おめでとうございます。とてもキラキラなトロフィーを、はい、用意しました。お茶漬けグラムスピーコップですね、キラキラの茶碗っぽいのを、はい、では感想の方よろしくお願いします。2日間ありがとうございました。まあ、これからも自分のふるさとの鯛茶漬けを皆さんに食べていただけるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。お願いいたします。おめでとうございます。うわ、いいぞ。すいません、銀賞の方と銅賞の方、もう一度前に来ていただいて、一緒にちょっとお写真の方を撮らせていただければと思います。ね、一夜、どうぞ前へ。金が真ん中で、銀等で、皆さん、サッチャーさんはいいですか？いいですか？はい、いいぞ。はい、OK ですかね？OK ですか？はい、ありがとうございます。ありがとうございました。今後も
もですね、おたすけグランプリで続けていきたいと思いますが、まずこれ、ふりかけグランプリというイベントの、姉妹イベントになってまして、このふりかけグランプリがですね、次4月の15日、16日に、新市街で開催が予定されてますので、ぜひそちらの方も遊びに来ていただければ嬉しいです。今後ともお茶漬けグランプリ、ふりかけグランプリの方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。